トンネルは西日本旅客鉄道山陽新幹線、新下関駅小倉駅間にある鉄道海底トンネルである。関門海峡を横断する交通施設では最も新しいものである。1975年3月の開通当時は日本一長い鉄道トンネルであった。その後開通した青函トンネルなどに抜かれはしたものの、山陽新幹線、または東海道、 山陽新幹線系統のトンネルでは未だに最長のトンネルでもある。建設にあたっては高速運転を実現するために、ルートの抜本的な見直しが行われ、本州側、九州側とも内陸側から緩やかに潜り、かつ海底部が最強となる下関市段の裏と北九州下軸、若目狩りの間で関門海峡を通過する線形となっている。このため、 全長は在来線の関門トンネルの5倍以上となっているにも、かかわらず、海底区間は関門トンネルより短い。地上部分では、終点より約100メートル程度、下関よりの上、富の2丁目には土かぶりがなく、復興コンクリートが露出している区間があるので、トンネル全体で言えば、最小土かぶりは0メートルとなる。なお、この、 トンネルの中間点から約 1.8km、新下関よりに新幹線1000キロポストがある。これは日本国内唯一の1000キロポストである。ありがとうございます。